です。基本はあるにはね、初心が上がってくるような姿勢になっちゃうなと、お前の関わりみたいなところなので、今は立ち案内から生まれていきたいなと思います。こっちからこうまっすぐ歩いてきて、こっちに曲がっています。進みます。この学校的なやつが見えたら、こことここがお店になります。すごいメニューが可愛い。このセット A を頼もうと思います。セット A を頼むと飲み物がこの中から1個のセットに対して選ばないといけないそうです。で、店員さんのおすすめはこのブロッサムピンクラテが美味しいそうです。ラテとかかわいそう。かわいそう。かわいいっぽい。飲めるのあるかな。ノーコーヒーはないの。 あるわ。 Dream of Roses。行きます。水飲めなかった。フラワーインフラワーインハンドバイピー。ハンドバイピー、うん、めっちゃカタカナで行くね。行くね。はい、せーの。はい、ということで今回は、アリーにあるフラワーインハンドバイピーというお店のご紹介です。すごく可愛くて、お店は結構小さめなんですけど、席と席の間が結構広くて、すごい過ごしやすい可愛いカフェなので、ぜひ遊びに来てみてください。それでは今回も最後までご視聴いただきありがとうございます。高評価とチャンネル登録、あとインスタグラムのフォローもぜひよろしくお願いします。では次回の動画でお会いしましょう。スマホに貼り寄った。かわいいやん。